インイタスヒロシ、インイタスヒロシ、日本語読みインチ公、朝鮮語読み、ユンチホ、1865年1月16日から1945年12月8日は、李氏朝鮮末期から連合軍軍世期に活動した朝鮮の政治家である。終戦直前に、貴族院朝鮮直選議員。号は、助け置きな、日本名は、伊藤イタスヒロシ、伊藤チ公。本願は、 海兵委員子。1880年代は、独立協会、万民共同会の領収として活動し、独立新聞社の第2代社長である。1909年に、反映書院と大制学校の校長を務め、同年新民会に参加した。1920年代以降は教育活動に重点を移し、野べき専門学校、セブランス連合医学専門学校、 理科女子専門学校の財団理事として活動した教育者でもあった。また、朝鮮人初の英語通訳でもある。大韓民国第四代大統領院前は老い、第十三代ソウル市長の院、松室明は重定にあたる。中世道画山群に、兵装藩章を務めた、院優劣を、父、全州理氏の異常務を母として生まれた。 戦争時代の両義聖院徒樹の次男院の八代目の孫にあたる幼年期の院、松室博士和長先生と金正元先生から儒教を学んだ。しかし、父の院優劣が少子であったので、家教を受けることができなかった。1879年に十五歳で、半寸不定堂出身の陳授教師の夫人と結婚した。開花派の父などの影響もあり、 1881年に17歳で、新紙遊覧団、長子視察団だった、魚上中の随行員として、日本に渡り、朝鮮初の日本留学生の一人として、開花思想を吸収した。外務大臣の井上薫と謁見し、井上の圧線で導入者に入学した。独学で日本語を勉強した後、1882年に、東京帝国大学哲学教授の藤井ミレットや、 英語講師の神田内部、1883年1月から横浜にあるオランダ領事館の初期館レオン・ポールデルから英語を学んだ。留学生活の中で、金玉金、ジ女三則、僕へ移行、ゆ雪地ふかしなどの開花派の人物や福沢ゆき中村正直などの文明開化論者と信仰を深めた。はじめ、同忍者で学び、慶応義塾で語学学習をし、 福沢諭吉邸で独立協会を組み合わした人物との交流を深めていった。身分や着質、男女差別がより少ない日本社会と欧米の文物に触れ、移行朝鮮の文明開化の必要性を信念とするようになった。4月からアメリカに渡って西洋の学問に接し、直接新しい学問を学んだ。1882年5月の米朝。 修行通商条約締結時には帰国して、アメリカの初大中朝公師プトゥの通訳官となり、朝鮮人初の英語通訳者となった。イゴプトゥの通訳官を兼ねて、プトゥと構想、開花派の間を行き来した。1884年12月、更新政変に直接参加することはなかったが、金玉金、僕英移などと近かったため、政変の失敗後に出国を決意した。 方針政変が失敗に期すると1885年1月、構想の隠居を得て出国、プット公司の推薦書を持って、新川港を出発、長崎を経由して1月23日清の上海に到着した。アメリカに行きたかったが方法がなく、断念して、新国に留学した。上海に到着直後、新国に亡命して、中間米国総領事事、スタルを訪ねた。 スタルの圧戦でアメリカのメソジスト宣教師 AJ アランが建てた中西書院に入学した。朝鮮からの資格を避けるため、スタルの圧戦したアメリカ人の家で潜伏し、上海で叫びたりの生活を送っていたという。そしてアメリカ人のキリスト教宣教師に出会い、眼起されて教会に通い始めたという。また上海で亡命生活を送り、悪臭がする中国人を見て、 朝鮮人の未開な生活をより一層恥ずかしいと考えた。そして当時未だに中国を良心の国として認識し、民に対する恩恵を叫んでいた小中華主義者らを甚だ軽蔑することになった。中西書院で3年間学び、プロテスタント宣教師らの影響を受け、西洋の文物に接し、中国を世界の中心としてきた。 朝鮮人たちの中華思想から解放され、立ち遅れていた朝鮮と清への強い批判意識と、地遅れた朝鮮社会の現実に絶望し、朝鮮の近代化に対する、批判的、否定的な認識を持つようになった。上海で3年半を過ごした後、深刻社会への感想は、汚い水でいっぱいに満たされた池だった。一方、日本は、東洋のある島園だった。また、インイタ空には、 陳珠教師のほか、二人の目かけがあったようである。上海に滞在中、二番目の目かけは他の男のものになっていた。1886年には、最初の妻である陳珠教師が死亡した。イタスソ空が上海に亡命し、七因優劣が島流しにされた頃だった。以後十年間余り、清とアメリカに亡命、留学して文物に接し、 西欧民権思想とキリスト教の信仰を受け入れ、裕福だった実家やプロテスタント宣教師、朝鮮の開花派、日本人開花人士などの支援により、学業に励むことができた。また j r l n W.B. ポネル教授の影響で、プロテスタントに消えを決心し、1887年4月3日、上海で洗礼を受けへプロテスタント信者になった。留学期間中。 西欧の民権思想と合理主義、職業倫理意識、民衆の参政権を受け入れ、改革する必要性を確信することになった。1888年11月4日に渡米し、バンダービルト大学で主に進学と英語などを学び、1891年はじめ、バンダービルト大学英文学科を卒業した。卒業直後ジョージア州に渡り、 ジョージア州カビントンのオックスフォード大学に入学するが、1891年の秋には、経済難から中退した。しかし同年再び、ジョージア州オックスフォードに定着した後再び、エモリー大学等で2年間人文社会科学、自然科学などを修学した。1893年秋、エモリー大学を卒業した。アメリカ留学中、キリスト教師層、民主主義、 科学文明に基づいた合理主義的な社会を経験し、朝鮮の体制に失望を感じる一方でこれを朝鮮の近代化の基本方向に設定した。以後、思想的基礎は力の正義という社会進化論的世界観に変貌していき、社会改革では未開な伝統社会を不況と、教育という国民改造を通じて近代社会を形成するという啓蒙思想を抱くことに行った。 しかし一方では、アメリカ社会の人種差別にたびたび遭遇し、白色人種の傲慢さに対する否定的な考えを持つようになった。当時の朝鮮としては貴重な米国内大学の卒業生であり、大学院課程に進学すれば、奨学金全額を支援するという南管理協会の提案があったが、祖国のために働くとして帰国した。 1893年11月に再び上海に到着した。そして日清戦争勃発直後の1894年8月、母校の上海中正書院の教師になった。1893年8月から1895年1月まで中西学院で英語、英文学教師として教弁を取った。1894年3月には、 米国南管理会が運営する女学校を卒業した新国女性のバチカフサと恋愛結婚で再婚した。やがて間には二男二女が生まれた。新国に滞在中、南宮青木の訪問を受けた。彼は朝鮮を象徴する国家を決めるために潜伏中の院いたす空を訪ねてきた。1893年には南宮青木と相談して、ムクゲを国家に定め、 それから愛国家のリフレイに、ムクゲの花、三千里、華麗なサンガという歌詞を入れたと伝えられる。1895年2月13日に朝鮮に帰国すると、日本の後押しで交互改革を進めていた、開花派の金光州内閣で外務不協弁を務めた。北伊港内閣では秘書官を経て、同年6月に学部協弁を務めたが、春お門事件では倒木された。 その後李所をあり、女め室、李商番等と独立協会を組織して活動した。独立協会運動が絶頂期に達した1898年頃には、独立協会会長、独立新聞主筆そして、万民共同会の最高指導者として、民権運動と賛成、改革運動を精力的に指導し、実力要請運動に力を尽くした。 また、講演活動を行い民衆に、西欧世界をの存在を認識させ、先進文明が存在していることを知らしめた。一方で、独立新聞社の主筆、発行人として活動して、コラムと論説活動及び新聞発行所販に自家参加し、広告協会と赤族政権の圧力に対抗して、自身の財産を投資して対抗した。また、 ハンスンフの社交界程度クラブに入会して活動した。キノト・ヒとジ事編後の1896年4月1日、ロシア皇帝ニコライ2世の戴冠式に大官帝国施設団の便営官の随行員として派遣された。戴冠式参加後にフランスを訪問、その年にヨーロッパを歴訪し、12月帰国途中にベトナムの港サイゴンに寄港し、フランス人が ベトナムで整備したパリ水準以上の道路等を見て感激した。サイゴンを離れた後香港に寄港し、植民地香港の建築を見て、ヨーロッパ人種は確かに自然を征服する技術を身につけたと結論した。社会進化論に影響を受け、西欧列強勢力に対して、新大陸の草原と密林を新たな帝国と共和国にするだけに、 世界の文明化という大事業を完璧に実践する優越人種と評した。1897年8月28日、独立協会の第二大会長に選出された。諸はじめ筆、李正版、李正ありなどと共に独立協会を率いて討論会の開催や講演活動を続けている。10月28日には万民合同会会長に選出され、 1898年3月に行われた万民共同会では、ロシアの軍事協会や財政顧問の撤収を求める反ロ運動を展開した。広告協会側は、インイタスヒロシ大統領説、僕へ以降大統領説等を流して、独立協会を苦境に追い詰め、政府に圧力をかけた。開花派がクーデターを起こして、共和国を構成して、 ミンイタスヒロシ自身は、大統領内しは大統領になるというデマが、市中に留布され、苦境に立たされた。そして、独立協会の廃止と権威6条に署名した、大臣らを罷免した官報を見て、抗争と政府、日露両国を非難した。このように、独立協会を粉砕するために構想と支給派、そして、ロシアと日本が結託していることを看破し、同時に自分を、 皇帝の逆賊と見る民衆にも大きく、失望することになる。独立協会は失敗し、民衆の啓蒙に挫折した。そして1905年、再婚した妻バチカフサが病死した。1895年8月、環境南道北新に駐在した南管理、共戦教師監督ビショップ・ヘンドリックス等に、朝鮮布教のための訪問を依頼する初心を送った。 初心に刺激を受けたヘンドリックスは、同年10月13日、米国南管理教宣教シリード等と共に、官場を訪れ南管理教の布教を始める契機になった。しかし、白人宣教師らの態度には失望した。白色人種による人種差別的な態度を祖国でも目撃することになった、インイタスゾラは、キリスト教を信仰しながらも、教会への出席や、 キリスト教の思想だけがすなわち真理ではないと考えるようになった。結局、彼はキリスト教の伝道活動への支援に消極的になる。木の富条約後の1906年3月、上司淵、院高さだらと共に大漢字協会を組織し会長に選出された。大漢字協会会長として教育の拡大と産業開発により、 実況独立を達成することを標榜して国民啓蒙に勤めが1907年ハーグミッシ事件で日本が抗争の対応要求するとこれに反対して解散され失敗に終わった。1907年彼は安正弘、両帰宅、リアズマヒカリ、全徳元、金球などの主導で組織された新民会に参加した。新民会は1907年2月米国から 帰国した、安ン・マが、国権回復のための、実力培養の必要を公園で力説し、同志を集めた組織だった。これに同意した、院にいた須空は会長に、安ン・マは副会長に選出された。1907年3月、母親の勧めで南浦城市の白梅礼と、再婚した。見合い結婚で、当事院、松室博士は43歳。 白梅令は18歳だった。平安市内に、安正博と共に大制学校を設立し校長に就任した。1908年10月3日、繁栄書院を設立し、繁栄書院の初代委員長兼理事長に就任したが、理事長職は、厚生学に譲り、委員長職も間もなくウィラードクラブに譲った。繁栄書院は、その後朝鮮戦争以後に、新川に移転し、 松島高等学校として存続している。1910年、大韓キリスト教青年会連盟の組織に加担した。あと、正博の提案で、大政学校校長に、再び昇平された。振興活動にも専念し、青年会理事副会長、世界日曜学校勧告司会会長などを務めた。1909年朝鮮後のユーモアのある母音を、集めた、おかしな声。 ソリを出版したが、日本が制定した内部国時第27号により治安と風俗を乱すという理由で禁止処分を受けた。1910年8月27日1二品に昇進したが、日韓併合で韓国が日本に支配されると、1910年10月公職を辞退した。十二品級の高官だったため断尺尺位が賜われたがそれを断った。 朝鮮の王族と交換が日本に協力して貴族になるのを見て失望し、以後朝鮮総督府の協力要請を断って、軽喜堂会場府に引退した。また伊藤博文の暗殺が日韓併合をもたらした、と結論した。1911年9月22日、男爵だった父親優劣が死去すると、形式的に男爵爵位が授与された。1911年、 105人事件時に他のキリスト教徒らと共に民族主義者として逮捕され、裁判で首謀者とされ3年間投獄された。1912年2月5日、最終的に懲役10年を宣告され、1913年10月9日には男爵釈位を剥奪された。しかし1915年2月13日に出刊し、 新日への転向を毎日新報の記者に語った。デカン後、慶場 YMCA キリスト教青年会の総務と会長に選出され、四世専門学校財団理事、キリスト連合財団法人理事で選任された。1916年4月セブラン水学専門学校開校直後に財団理事にも就任した。1919 19年3.1運動当時、 独立運動家から国民代表としての署名を断った。彼は3.1運動を民族主義者らの無謀な行動とし、新聞と放送媒体を通じて宣伝、煽動をする知識人らを自分たちは死の勇気もないにもかかわらず、他の純真な人々を死の谷間へと押しやる呪われるべき悪魔のような存在として剣をした。1919年4月各地で、 臨時政府が設置されるとすぐに臨時政府参加への要請が来たが断った。以後、朝鮮の当面の問題は国民らに有害な盲目的な独立運動ではなく実力を育成して知的、経済的側面の向上を通じて日本人からの民族的差別を撤廃することが優先であると主張した。また土地を売って独立運動資金を出すよりも農耕地を買い取ってその土地が 日本人の手に渡るのを防ぎ、自らの手で生産を行う方が、はるかに賢明な愛国者だと主張した。そして、日本が韓国を併合して以後韓国を近代化、文明化させたと主張した。しかしこれはあくまでも、日本のためのものであり、それらを失った場合、朝鮮より、日本が100倍以上打撃を受けると主張た。日本が育成した、朝鮮人エリートらの存在もやはり、 失った時々に、朝鮮ではなく、日本が損害を被るとした。アメリカの黒人教育者ブッカー、T. ワシントンのタスキー技術学校を模倣して、実業界育成に力を注ぎ、まず手始めに、長内院営前に牧場と、落農、養産業を教えて経営させた。百二十三年一月陰影前が会場の、日本警察署への牧場事業の認可申し込みを、 断られると、インにいたスゾラは、日本人牧場の保護を優先されたためだと考えた。1925年には、朝鮮人産業大会に参加した。極東人民代表者大会、朝鮮人大会、朝鮮養成運動所など各種新日団体の集会にも参加した。1925年11月太平洋問題、研究会朝鮮司会会長に就任した。 1928年、広脇クラブに入会し、同年2月2日の会議に出席、引歴を廃止して、洋歴を敷くこと、続府を廃止することを議決し、同日理事に選出された。1928年5月第2回、野球クラブリーグの大会会長に選出された。1928年11月から1937年までは、第9代朝鮮体育会。 大韓体育会の前身会長を務めた。1929年初めに、次男院光つ吉を同行して、第三回反対平洋会議のために、東京に渡り、白、艦主、総守る、幼稚金葛乱などと共に、朝鮮民族代表の一人として参加した。1930年母校の米国エモリー大学から、名誉法学博士号を授与され、以降博士とも呼ばれた。 1931年外満州外国人同胞、慰問施設団の一人として満州を訪問した。1931年9月満州事変が勃発して以後、朝鮮人交付員、朝鮮大会、朝鮮直線貴族員にも加わるなど、対日協力活動に加わったりもし、1931年前羅北道鎮安軍、復帰面にある、 自身の私有地を復帰小学校建設敷地として寄贈し、村民らが記念に衛生不忘れ石踏みを建てた。また復帰小学校建設基金で2000ウォンを出し、業績を称いて、復帰尾長がもう一つの衛生不忘れ石踏みを建てた。陳安軍復帰面に建てられた2基の衛生不忘れ石踏みは、2009年7月民族問題研究所、全羅北道支部によって撤去され、 博物館に移された。九百三十七年八月から九百三十八年三月に、により、民族主義者とみなされた人物が、相次いで検挙されると、身元保証や単元書作成をして釈放させた。九百三十八年五月頃、工業クラブ事件が発生した。関わっていたいとこの院、松村秋が、西大門刑務所で拷問に遭うと、身元保証と、 再び問題を起こさないという署名をさせて嘆願書を提出し、工業クラブ関連者らをすべて釈放させた。同年7月、国民精神総動員朝鮮連盟、創立総会準備委員及び常任理事に選ばれ、創立式で天皇陛下万歳を参照した。1940年1月から南次郎総督は、創始解明をするかどうかという談話を発表し、 朝鮮社会で論議になった。1月4日南総督は、創始解明を強要するつもりはないとしたが、続けて、朝鮮人が、創始解明すれば、好ましいと示唆し、複雑な状況となった。総督の機嫌を取る朝鮮知識人は当然のごとく、総督に従った。総督府が、創始解明を要求すると、 意にいたスぞラもはじめは断ったが、圧力が強まると家族との論議の末に意を、伊藤に改めた。太平洋戦争開戦後の1941年5月12日、朝鮮総督府中枢院顧問に任命された。1941年8月24日、朝鮮ホテルで、公和報告団を組織、結成した。そして自身が組織した公和報告団と、 金ング・マ・カンダーが導く、臨戦対策協議会の統合を推進し、1941年9月に、朝鮮臨戦報告団の創設を見る。1941年には、極東の決戦と個人の覚悟と題する自局講演を各地で行い、10月22日、新日団体らの合同体である、朝鮮臨戦報告団組織の顧問に推薦された。 1945年2月帝国議会の貴族院、朝鮮直選議員に直任され、内部大臣及び警察部員を務めた。8月15日の日本の降伏直後、愛国家の新筆写本を3番目の娘院分岐に秘密裏に送ったとされる。終戦後、彼を新日派、売国奴とする非難と球団が相次ぎ、外出時にも石が投げられたという。 1945年10月20日、新日派生産問題が議論されると、李商万と緊急、アメリカ軍政庁にそれぞれ、ある老人の瞑想録と題する英文の書簡を送り、独立運動からの自分で独立を勝ち取ったかの、ようなる前を厳しく批判した。11月、上海臨時政府の要人が帰国した。直後から何度も、金急職の訪問を受けたが、いす空に対する、 政治的支持は表明しなかった。その後彼はまた新日派の釈放、赦免論を主張した。そして李承万や金急と面談しようとし、特に李承万の秘書である重廷の院、松室明を通じて交渉したが、李承万は多忙を言い訳に延期し続けた。金継職もやはり訪問要請の返事を回避した。月日午前時会場末と面来で、 脳一血のため休止した。新日派として球断されると病状は悪化し、市中では、新日派としての球団を苦に自殺したとされた。ソウル大学校西洋史学科の法枝公教授は、著書、インイタスソラの協力日記で、インイタスソラに最も大きな影響を及ぼした思想として、社会的、ダーウィン主義とキリスト教を挙げている。適者生存を正当化する、社会的、 ダーウィン主義に従って彼は世界が残酷な闘争の場であるという認識を生涯持ち続けていた。自由と政治的独立は万歳運動では不可能であり、むしろ朝鮮人を日本人に似せることが急務と見た。そして民族の弱さはその民族の罪であって他の民族のせいではなかった。僕教授によれば熱いキリスト教徒だったことについて、 神が戦争を進歩と理性に向かわせる手段として残したと信じたためだった。文明水準における先進国が後進国を教育し訓練することは神の意志と信じ強い人種が弱い人種を教育する過程で犯した一部の罪は必要悪として容認されると考えた。また僕教授によれば彼は とても厳格な物差しで社会発展と大衆の水準を評価した。意味いたす空は弱小国の政治的独立のためにはまず国民が知性と富と公共精神を持ち、その上で国際政治的な機会を捉えなければならないと考えた。また民は国の根本という民本主義であったが、当時の千人中まだ一人も新聞を読んでいない。 無知な大衆にとって民主主義を実践し、豪憲な近代国家を建設することは不可能であり、彼らはまだ準備できていない人々だった。したがって、独立よりもまず教育が優先であり、弱肉強食の国際社会で朝鮮民族が生き残るためには、スコットランドがイギリスに同化したように、朝鮮も当面は日本に頼る他はないという認識だった。 20世紀初頭のアメリカに留学してひどい人種差別に遭遇したことが後の戦争における親日的な姿勢につながっているとも指摘されている。朝鮮の儒教イデオロギーに否定的だった。因味足す空によれば儒教と生理学は個人の自由と権利を抹殺、抑圧している思想だった。1900年12月18日付の日記で伝統的な儒教教育には進歩も 躍動的な内容もなく、朝鮮に関する内容もない、陳腐な古代中国の古典と歴史中心の教育で、手早く朝鮮人を中国人化する教育だと批判した。また、儒教社会と共産主義に共通点があると耳なしていた。彼の憲法感の中心は、共産主義が人々を熱心に仕事をさせるよりは、他人の労苦の上に居座ることを助長し、その点で、 儒教社会との間に共通点があると見た。そして、共産主義は、最高水準の協調的文明を獲得した、国民にとって可能であり、朝鮮人は言うに及ばず、アングロサクソン人さえその段階にはいた、いないため、成功できないと考えた。僕、さやか教授は、著書、インイタスソラの協力日記で、フランスにおけるレジスタンス運動の脱進和化,化と、再評価を例に挙げ、 協力と抵抗の関係は思うよりも複雑なものであり、協力も抵抗も同じ目的に対して成就しようとする手段に差があっただけで、そのような複雑な関係を正しく理解するために、新日民族主義者という新しい分類も必要かもしれないと主張した。64年に及ぶ院、松室博士の英文日記を研究して、博士学位を得た。 オランダのライデン大学、クーン・レカーステル教授によると、イン・イタス・ゾラは、まとな評価をされてこなかったという。教授は1995年に、韓国の幸福会士官のイン・イタス・ヒロシ親日協力の再評価と題する、講演で、韓国の地政学的条件のために、スケゴ・ッキナは、自らの民族に誤解を受けている。白黒つける論理が強い国ですから。 日本や米国のどこでもスケオキナ先生は民族主義で愛国者だと言われ彼を新日派だという国は韓国しかないと評している。1883年から1943年まで60年間一日も欠かさず日記を書いた。はじめにはハングルで書いていたが後に漢字で書き米国に留学して1年になる1889年12月7日からは 英文筆記体で日記を書き始め、そのため、韓国語への翻訳作業時に難解な点や判読が難しい部分が相当あったという。英文で日記を書いた理由としては、当時の朝鮮語には、今日の和製看護にあたる西欧市民社会の概念を翻訳した言葉が存在せず、また原文一致や告白体もなかったため告白的文を書くことが難しかったためでもあった。 インイタスヒロシ日記は1968年長男のインヒサシゼンが国史編纂委員会に寄贈した後、語訳などを含んだまま1973年から1989年まで一部ハングルで翻訳され、2000年代以降に改めてハングル訳作業がなされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。